バトルアクス作戦は第二次世界大戦中の1941年6月15日から17日にかけて行われたイギリス軍の作戦。北アフリカ戦線において数軸国軍に包囲されたトブ・ルクを海外するために行われた攻勢。ドイツ軍の反撃により作戦は失敗した。バトルアクス作戦の地域イタリア領リビアにあるトブ・ルクは イギリス軍が占領し、イギリスの要塞となっていた。エルビン・ロンメルの指揮する、数軸軍は、1941年4月から飛ぶ、ルクを包囲していた。イギリス軍は1941年5月に、ブレビティ作戦を実施し、飛ぶルクの海囲いを目指したものの、ドイツ軍に撃退されていた。イギリス第13軍団はブレビティ作戦後に、 マチルダ2不評戦車135両など戦車を合計238両受領し、これもって海外恋作戦を再考することとした。作戦は6月15日より開始された。第4にインド師団霊下の2個旅団が海岸沿いのハルファヤ峠を攻撃し、第7気候師団霊下の3個旅団が内陸側からカプッツォトリデを攻撃した。ハルファヤ峠においては、 ドイツ軍の守備隊が 88mm 降射砲で応戦し、イギリス軍戦車に大打撃を与えたために、陥落しなかった。また、第7機構士団は、ある程度、前進に成功したものの、ドイツ軍第15装甲士団の反撃により進撃が停止した。その後、ドイツ軍第5警師団が、迂回包囲のための進撃を開始すると、包囲されることを恐れたイギリス軍は撤退し、 作戦は終了した。この後の飛ぶク海囲い作戦は1941年11月のクルセーダー作戦まで行われなかった。ありがとうございます。